よーし、続きやっていきましょう。あ、また雨降ってんな。さっきやんなかった？また曇り空にした。梅雨だしな、しょうがないか。次に大好きを、風とか、鳴らすか。鳴らす？入れるか。大好き。大好き。やっぱアップじゃ目強いな、これ。あ、ミカッチいんじゃん、イラストに。怖い。これハム好きだっけ、この子。寝てるのは。これにするか。ほのぼのしてんな。で、前回、ちさまるからもらった名画を見てみるか。CM 的な彫刻。本物、あ、本物っぽいな。本物っぽくない？ CM 的な彫刻、ちょっと。偽造しに行こう、それ。で、金閣は円になり、シャワルも円になり。そうだなぁ。レックスが来てるけど雨なんだよな。雨だから虫があんまいないんだよね。さあ、なんだっけ、株価だ。誰かいる？あ、シャワルがいる。よー、うまぁ。お前も買うのか？見てもらうけば足しな。ふん。はじきてよ。お前も買うのよ。押してるか？そうだな。ズバリ、緊急検査だから。そんなものは、ゆとりなした、活用法が分かるのって、パパかっこいいだわ。うん、この中でないとも緊急にしてるの。これこれ、かすぐいや、とりあえず、株価。マミキチ、今日の株価は。あー、下がってるな。いや、まあ月曜だから慌てる時間じゃない。まだ慌てる時間じゃない。大丈夫。あ、レシ売っちゃおう。あ、いや、あ、売っちゃうか。はい、荷物いっぱいかな。前回売り忘れたこの TX のカードもどう。で、こんなもんか。こんなもんだな。5500ミリ。あ、惜しい。よし、じゃあ株価はまた明日以降だね。株の売りは150といかないかな。チョイちゃんまた家にいんな。チョイちゃん、チョイちゃん、よし。どうしたんさ。まあまあ、うちの顔ちょっとかいですね。何してんの？何だった？海岸のプロ作ってさ、こんな低い時間で作ろうと思った時、生きてるんだよ。するよ。大事ないか。今レシピ売ったのに。うちの店を作りたい次は教えてあげたいと思ってたんですね。言えないんだよな、これレシピ。で、どんどん匂いで、海外の物は取れるようになるかもね。海外の粉で行こうしようから。バイバイ。よし。で、なんか、前回、で午前中、この辺に穴あってね、あれだった。羽生だっけ、俺が売れたんだっけね。あ、化石だった。化石でした。化石ここあんのか、今日。なるほどな。シュービエさんは家にはいないのか。どさこさん見ないな、今日。どこにいるんだろうね。どさこさん。あー、ログインモードさん、キッツさんが。キッツさんもうお別れだからね。あ、ごめん。話聞くとか。ごきげんよう、おばさん。雨でたまって、どこで、情緒が止まらないで、ほんと。美しいね、話しよう。はじめさまさま、ちょっとね。巨人呼んでご挨拶したほうがいいかした。足で口の水かで、またとしようしね、ほんと。すごい低くしてるもんな。なんか、飛び物量があって、数日経ってはね、今月の何日に引っ越すみたいな。遊びの場合、すぐ引っ越してるからね。何してんだ、キチ。なんか、癒やしいことしない？さあ、ドキュメンボーナス。シズエさんは雨が気になるようですね。ドキュメンボーナス。たぬきショッピング。うん、あ、で、黒いいな。これ買っちゃう？顔。買っちゃう。持ってたかもしれないけど。キキレゲ、キレゲは持ってた気がするな。ここら辺も
変わんないね。はい、大丈夫です。はい、あと。ふぅ。さっと、じゃあ、博物館行くか。鑑定して、北丸から回った美しい彫刻だっけ？なんか、神々しい彫刻だっけ？なんだっけ？なんか、なんとか彫刻を寄贈したい。めたくん。あ、すいません。こんにちは。よろしく頑張って。はい。1,2,3,4,5! あ、失礼ですね。どうぞ。なんとかよかった。うつよく出てくれたんですけどね。はい、どうも。なんでもないです。はい。見てみるか。ミガースエドプスの体。スミノドンの体。この景色。師匠長、イガノドンの尻尾。はい。ふたくん寝るかな？あ、眠そう。あ、寝ちゃった。隣のイガノドン寝ちゃうのか。あ、起動しよう、彫刻。ごめんね、今起こした、ね、僕、寝せばっかりね。はい。起動す。お願いします。彫刻いっぱいあるな。帰るぞ。とか、新見つけ彫刻。いけ頼むぞ、迫る迫る頼むぞ。これは新地獄ですね。いやいや、なんて言いますか。これが新地獄とは、黒の杉。ああ、よかったよかった、本物だ。こちら、昨日について、大切なくれてしまうね。新地の昨日について、大切な好きですね。ゆっくりご覧くださいませ。やったーシャマル有能ジャックも見せ物だったけど。シャマル有能、あ、こっちじゃない。化石切っちゃった。つい上、興奮して、上ボタン押しちゃった。あ、ジャック今、たまたま、向こうだったの、海と思うか。ふぅ、こういうの分かったよ。この寒々とした、おなかやで、気持ち悪いのが出てきたとき。そうですか。あれでしょ？ここにいると、大根もたちは、何回でものきっかけで、君たちに来たんだよ、君。そう考えると、僕はラッキーだ。すぐ君たちだから。狙ってるやん、好きなの俺のこと、本当にジャックは。俺のこと好きなのかな。さあ、絵画見に行きます。絵画でね、彫刻見に行きますか。私はお茶飲みます。あ、一番入ったとこになんだ。神秘的な彫刻、2010年9月19日、噂の寄贈。ニヘル・ティティの彫像、との別作。紀元前1945年頃、石灰岩。名前がやってきた美しい人という意味を持つ。これはディフトスネブジの一人として、ル・ネヘルティティ王妃の胸像。すごいな、頭。なんか、ジャイアントコーンみたいな。ジャイアントコーンみたいな感じしない？左向き作は、アメコンにても乗っ取れて、仕事が、飲み方が乗るか、毎回見つかっていない。ここ久しぶりに来たな。全然ねえな。全然ねえな。全然ねえな。三つ？三つか。少な。全然まだまだだな。あんな置き方でいいの？普通に触れちゃうじゃん。触ってやっちゃダメでしょ、あんな。貴重なものなら。普通なんかガラスケースに入ってない？ダメだね。おはよう。どうも、ママさん。先生もルーティーンを。一応見に行ってくれるかな。お待ちしましたよ。今日の声はどうしますか。今2個目ですけど。よろしく。一応見に来た。お願いしましょうか。お願いします。じゃあ、やってきますね。ありがてえ。落ち着くなー、ここ。さあ。あなたの服全般、私まで。いただきます。ごくごく、ぷはー。たちりーてん、甘くてまろやかー。高前頭のビジュアルミルクブレンドだー。
ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうマスター。よし、いやー彫刻が本物だったら嬉しいな。じゃあ化石売りに行くか。大雨だな。もう晴れそうだけどね。そんなことないか。化石売ってあと何しようかな。まあ土佐子さんとか会ってないから会いたいね。誰もいない。今日マキチボカに話しててな、通気中かわいそうかな。間違えた。サングラスも強いか。こんなもん。はい。あ、予想するの忘れた。まあいいや。はい、どうも。いいな、まみれ。ローンとかも返したいね。さあ、あ、よくした。あ、仕切れた。む、君一向に主人になってね。あ、もちろん覚えてるな。二日はやったわけですけど。金閣が通過していく。そう、アイムシと無駄が伝えしてもない。リアル接続キャッチと理屈だ。今日も少のうちに対し、海の死を差し引きとさ。ゆきみさん、虫、虫捕まったら、おめでとうねえか。みんなけどで、虫ゾーンの先生には自分が死にかってね。もう一度帰ってこのとこだ。明日でびっくりだけど、死の先生は何が起こってきて。じゃあ、虫を言うか。あと、どんな虫だろう。黄金まずだ。1000秒くらいで買ってくれないかな。これは黄金まずだ。38555。おお、そんな高いんだ。黄金まずは次こそくれんだな、ネクストだと。ありがとう。ふふ、またよろしく。トラチとかもいないからな、雨の日は。トンボとかも。金額どこ行った？金額通過してったけど。いなくなったな。金閣キッズさんがいるな。あ、虫いんじゃん。よいしょ。あ、これです。カナブン。まあいいか。とりあえず金閣どこ行った。やろう、どこ行った。いや、通過してったよな。島の家に帰った。帰ったな。島にお礼に行くか。さつまる、ありがとう。彫刻本物だったよ。さすがつまる。こんにちは。まあ、こんにちは。今日の実績ゲームだぞ。ちょっと雨だしね。遊びして。あのさ、筋肉痛気にする。私たちさ、咲こうと思うんだよね。確かそこな。確かに言ってんだっけ。そうかな。そうか、そういう出身では湿布貼るのがするぞ。俺ね、肌弱いからね、湿布貼ると痒くなっちゃうんだよ。俺、腰痛い時とか、湿布貼ってたんだっけ、昔は。いや、痒くなっちゃってさ。まあ、肌に優しい湿布っても売ってんだけど、ちょっと塗り薬だね。アンメイズとか、クスニンとか、サマンパスとか、そういうの塗ってるんだよ、俺は。まあ、場合、気にくつくと、失敗ったりしてきな。湿布貼られんの？ちょっと待って、全身毛皮来てんじゃん。木の上に貼るのかな、湿布。どこやって貼んの？見てみたいな。そのノルノミの前で貼ってくれよ、湿布。さあ、金閣が行方不明ですけど。いた！いたいた、金閣。え？いなかった？あの、でも右はいなかった？気のせいか。気のせいか。気のせいでした。ジャック見に帰ってんな。ブースケはいない。アップちゃん、アップ何してんの？アップちゃん、あ、ごめん。ごめんね。今日はシュンとは出身になっちゃうね。プー。そうしよう。傘差してんの子は、舞台の奥に向かって、そうやったの。
そう、まあこの傘が多いよね。今日はスカ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 アーチさんのステンドアップ、このどういう中で名刺だけでも、じゃあジャックに会いに行くか。ダサコさんいないかな、ジャックの家に。いなかった。ジャージ着てな。そんなことない、ちょっと見ないでくれよ。別にやめしたことないんだけどさ、っきね、あ、来てきたよ。最近の時して、うん、月が出んだ。なんで、うん、これ動いたやつかもね。今の方、僕のヘリングはあるんだけど、手が出てきてるんだけど、別に。枕あんの？どこで寝てんの、ジャック。ジャック、あ、飲み隠したのか。この上寝てんの？うん、鈴木の上で。布団？それとも。バイバイ。で、この部屋いいな。事務所って感じでしていい。オシュっていう事務所って感じがする。ダサコさんいないな。家にいないかな。サンゴ減っとこ。あ、シーザーカンシュタインに行きましょう、皆さん。今日よく見るな。見るな、イワプール。今日よく、この、でっかい魚見るな。はい。はい。はい。ああ、後ろになった。はい。まだ来ない。はい。シーダーカンス。シーダーカンス。シーダーカンス。サメだ。サメを釣れた。上手に釣れたな。サメを釣りました。シーダーカンス釣れないな。アンザン。アドサクさん家にいる。アドサクさん。着替えてた?7 月だよ、もうすぐ。暑くない？薪ストーブもやってるしさ。なんで俺が来るとみんな本を読み出すのよ。急に休み来てるんで、しながらですね。それ、遠回しに、隣に来るんだって言ってない？京都人みたいなこと言ってない？あ、なんか、嫌味じゃないよね。こんにちは。私、遠くアクセスによる間に連絡が入手してみてよ。馬だから早いんじゃないの？あんた馬でしょ？馬娘でしょ、あんた。最初にキッズさんに繋ぐしてもらって、あっちにいるんです。今日作れたのが、それこそ調べ送って。そしてジャックさんに、お手の海散歩してるのって言われちゃいました。ジャックその子って言うの？馬さんも、いやりたかった。教えてくださいね、でも。あんた早いでしょ、馬なんだから。そういう馬なのかな？必ずしも馬は速いとは限らないからな。競馬とか詳しくないけど、競走馬は速いけどさ、なんか、普通の乗馬体験とかで、飼育されてる馬は速くないのかね、なんか。馬に詳しくない感じで、馬ってのは何？ごめんね。詳しくなくて。あ、めっちゃ出てるとこなんだ。さあ、誰だ？はい。黒ひょったんたい。郵便受けの中を衛生してた DIY のアイデアが浮かんだもんだから安心に作ったんだ。このカードで一応月を置いてから作れることが楽しくなるよ。あんたきっと作るやつだ。希望を託す。アイダさんって、金のメーター付きバイブって何？アイダさんってカエルだよね。昔は飛び込みで見られた気がする。金のメーター付きバイブって何？バルブ？バイオハザードとかできてるの。うん。金のメーター付きバイブって言うんだ。どういうこと？金なの？黄金なの？金鉱石とか？え？これ？これか。メーター付きバルブが、そうなのか。何これ？そんな家具あるんだ。メーター付きバルブ。ありがとう。あ、ブース聞いた。ブース系。なんで？どうした？アルマくん。上回ってばっちりだよね。上回ってる。そこは好きなので、見たんだけどいいかな、昨日。喜んで、いいよ。やったー。うままかー。いっぱい呼んじゃおうってけん。最近ブース来たらチンゲンが上がってきてるな、だいぶ。アップーちゃんと、チョイちゃんとブース来たうまま。金額にうままって呼ばれたくないな。そうそう、一年でもいいよ。うままさん。シューさんの皆さんも、うままさんもつぶやつとかコメントしてくれると嬉しいですね。うままか。海岸線にいるとき大体悩んでるのかな。いつもみんな悩んでる人って、この砂浜にいる気がするんだよね。気のせいかな。
気のせいかな。まあいいや。よし、じゃあそんな感じで今日はこのくらいで終わりましょうかね。今日も楽しい一日だった。 X にお米出しかってないけど、じゃあこれ釣るか、これ釣るか。あの小さくなってもあんま釣ってない気がするからね。熊の実とかかな、隠れ熊の実とか。おいで。あ、いきなり来た。筒の仕事。このドラゴン。よし、というわけで、ご視聴ありがとうございました。時計はチャンネル登録、高評価、コメントで応援してください。嬉しいです。Twitter、Instagram、ぜひフォローお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。バイバイ。またねー。お疲れ様でした。